動画編集を始めて4ヶ月で月収15万円。本当ですか？そうですね、ありがたいことに2歳と4歳の子供を子育てしながら動画編集者をさせていただいてます。現在は YouTube チャンネルを3つ、案件募集の時にちょっと使える裏技が1つあって、的出しじゃんけんって呼んでるんですけど。皆さんこんにちは、クリエイタージャパンの佐原舞です。今回はゲストとして2児のママとして育児をしつつ、フリーランスとして活躍している菊池さんをお呼びしています。菊池さんは未経験から高単価案件を獲得して、たった4ヶ月で月収14万円も達成できたという実績があります。子育てをしながらと思うとすごく嬉しい金額ですよね。実際にこのような結果を出すためには時間を作るのに工夫が必要だったりとか、単価アップの秘訣もあると思いますので、皆さんが気になる内容は私がぐいぐい聞いていきたいと思います。それではどうぞ。緊張するな。菊池さん、今日はよろしくお願いします。お願いいたします。なんか最近すごく菊池さんの活躍ぶりを周りから聞いていて、今日はすごく楽しみにしていたんですけど、まずは簡単な自己紹介お願いしてもいいですか？菊池彩と申します。現在は30歳で、前職はエステティシャンをしてました。出産を機にフリーランスに転身して、現在は2歳と4歳の子供を子育てしながら動画編集者をさせていただいてます。菊池さん、具体的になんかどんなお仕事をされてるんですか？現在は YouTube チャンネルを3つ掛け持ちで編集させていただいて、動画編集の業務に携わらせていただいてます。 YouTube チャンネル3チャンネルですか？そうですね、一応。すごいですね。事前情報によると動画編集を始めて4ヶ月で月収15万円達成したって聞いてるんですけど、本当ですか？あ、そうですね、ありがたいことにちょっとトントン拍子に、最初の方はご縁をいただき、4ヶ月でさせていただきました。最初でもなんかいくらぐらいなんか目標にありますか？はい、あ、でも最初はもう5万がなんか目標だった。意外となんか案件がいただけるようになったんで、ありがたいって思って。1ヶ月で15万ってめちゃめちゃすごいですよね。今なんか動画編集始めて大体どれぐらいですか？今は2年ぐらい経ちます。今最初でも4ヶ月で15万円で、今2年経ってるってことだと思うんですけど、当時よりも収入の部分で言うとアップしてるって状態ですか？あ、そうですね、今は20万以上だいたい月収でいただいてて、高単価案件も実績を積んでちょっと獲得できるようになったので、以前よりも働く時間も減って子供との時間も増えつつ、20万円はだいたい達成できてる状態ですね。お家にいながらね、なんかそのお子さんの時間も確保しながら20万円達成できるってめちゃめちゃ理想的ですよね。ありがたいですね、よかったです本当に。なんかそのあたりもね、また後でお伺いしたいなっていうふうに思っているんですけど、なんかそのもともとエステティシャンとして働いてる中で、なんか動画編集を始めたきっかけとかって何だったんですか？サービス業なので、どうしてもやっぱり子供が急に体調が悪くなった時とか休めないし、同僚とかにも気使っちゃったりするので、それでやっぱ自分のペースでできる在宅ワークの仕事をちょっと模索してて、で、以前から友達の結婚式の VTR とか子供の Vlog とか結構作ったりしてたんで、それがちょっとお金になるっていうのをひらめいて、スクール探してって感じで今に至りますね。動画編集とかやってなかったら、育休が終わったらエステティシャンとして働く予定だったみたいな感じですか？あ、そうですね、そのまま復帰する予定だったんですけど、ありがたいことにお仕事これでもいけるなって感じになったので、フリーランスに転身。実際なんか今結構動画編集スクールって多いかなと思うんですけど、菊池さんがクリエイターズを選んでくれた理由とかって何かありますか？なんかいろいろ見てたんですけど、もともと見てたスクールが結構やっぱ高額な30万円以上とかするものだったんで、なんかクリエイターズジャパンをちょっとその順番で知った時に安って感じて、あとなんか案件獲得方法とか、やっぱり疑問点を解消できるオンラインサロンとか、なんかサポート面がすごい充実してるなっていうところがすごいいいなと思って、ちょっと参決させていただきました。ありがとうございます。
今まででもそういうなんかスクールに学びに行ったことってあったんですか、スキルアップというか。あ、なんかスクールとかないんですけど、やっぱ資格とかは結構取ったりするの好きだったんですけど、それがやっぱり役に立つ、実生活とかが役に立ってお金になるっていうのが全然なかったから、最初はやっぱ動画編集学んだ時もめっちゃこれ本当にお金になるんかなみたいな感じでしたね。結構プレミアプロとか最初なんか挫折とかなかったですか、スキルアップするときに。あ、プレミアプロ結構難しかったですけど、うんうん、なんかやっぱクリエイターズジャパンさんの講座が結構分かりやすかったんで、特に問題なく、多分 YouTube で無料で始めてたりとかしたら、はいはいはい、絶対挫折してたと思います。あ、でもそう言っていただけすごい嬉しい、ありがとうございます。実際にその動画編集始めて、なんか初案件ってどういう風に獲得されたんですかね、最初。あ、初案件はクラウドソーシング、うんうん、で私の場合ランサーズなんですけど、はいはいはい、あのカット済みの5分ぐらいの動画にテロップを入れる1500円だったんですけど、そこに応募して獲得できてって感じで、うん、で今もその、まあ、ランサーズ経由でいただいた仕事で継続させていただいてる感じになります、うん、なんかクラウドソーシングだと結構クラウドワークスが主流かなと思ったんですけど、どっちかランサーズの方が自分的にはあったみたいな感じですかね。あ、そうですね、なんかどっちも一応登録はしてたんですけど、ランサーズの方が初めに実績がついたんで、うんうん、もうそこからはランサーズに飛んでやったら、どんどんやっぱ依頼が通りやすいので。なんかツイッターのプロフィール見た時に ランサーズ認定みたいななんかあった気がして。ああ、そうですね、認定ランサーっていう、はいはい、あの実績が結構上がった人がなる称号みたいなのがあるんですけど、それがつくと本当に仕事がもらいやすくなるんで、認定ランサーになったら結構こういう依頼があるんですけどどうですかみたいな相談来るんですけど。なるほど、認定ランサーになったら向こうから来る可能性が高くなるんですね。うん、そうなんですよ。なんかやっぱいいクライアントさんはやっぱり普通に募集かけるよりもできる人にスカウトしていくみたいな感じのパターンが多いかなと思いますね。でもなんかあのね、どうしてもクラウドワークスとかああいうの使っちゃうと手数料がかかるっていうので、ね、外でやった方がいいのかなっていう人もいるんですけど、でもそういうのを考えるとやっぱり最初は、ね、しっかり実績積んでっていうのが一番良さそうです、ね、そうですね、最初はちょっと単価が悪くなっても実績積んで、うんうん、いいクライアントさんとのご縁をちょっと確かに取っとく方がいいかなと思いました。案件募集の時にちょっと使える裏技が一つあって、的出しじゃんけんって呼んでるんですけど、案件募集してるところに提案文を送るんですけど、募集されてる方のところってやっぱ普通にたくさん応募が来てると思うので、あの実績がないうちはやっぱり見てもらえる確率もそんなに高くないので、あのその提案文を送った後に個人的に DM を送って、先ほどあのご応募した案件、あのよかったら500円引きで引き受けますとか、ちょっと気を引く文章にして、とりあえず見てもらう可能性を上げる作戦を、うん、これでなんか最初の案件はゲットできたので、はい、まあ、それから継続になってそのランサーズとかの中でも実績がついて、うん、他の依頼も来やすくなりましたね。で結構回答率とか返信率が高くなるみたいな感じですか。あ、めっちゃ高くなりましたね、それで。で結構今こう迷われてる方とか、はい、なんか割と皆さんパソコンこれから買いますみたいな方も多かったんですけど、なんか元のエステティシャンとかのお仕事でパソコンとかも触られてたりとかしました。あ、全然もう大学の時の授業レベルでタイピングがちょっとできるぐらいだったんですけど、はいはい、なんか最初は夫が Mac 持ってたんでその Mac で編集してたんですけど、もうスペック的に全然めっちゃ時間かかる、全然耐えられるもんじゃなかったんで、ちょっと仕事が軌道に乗って普通のいいスペックのものを購入しました。結構やっぱりパソコンね、すごいなんか悩まれる方も多いなと思ってて。うん、そうですよね、スペックいいのはいいですよね、書き出しとかも全然違いますもんね、スピードとかも全然、時間がかかり具合が全然違いますね。さっきなんか旦那さんだあの Mac 持たれてたってお話あったと思うんですけど、なんかこのフリーランスになるっていうことって、はい、なんか割と理解してくれた感じですか。あ、そうですね、結構賛成してくれて、あの、うん、クリエイターズジャパンの受講、はいはい、受講中なんとかは
まあ、休みの時とか子供と一緒にどっか出かけててくれて、なんか集中できるようにしてくれたりとか、はいはい、初期の頃案件がすごい立て込んでてやばい時とかはなんか文字起こしとかをちょっと手伝ってくれたりとかしてました。そうなんです、ね、理解のさんですね。多分なんか見てくださってる方もすごい気になっていると思うんですけど、子育てとこの家のこともしながらなんか動画編集お仕事でも結果出されているって、なんか個人的にも一体どんな なんか1日過ごしてるのかなっていうところすごい気になっていて、動画編集始めたての頃は、うん、やっぱり子育ても両立しないといけなくて、あと子供もまだ預けられなかった時期なので小さくて結構激務で、まあ、朝10時から子供をおんぶしてしょって寝る間を惜しまず深夜 1,2 時までは頑張ってました。まあでもなんか結構楽しかったんですね、没頭できる時間が。自分的には今まで子育てばっかり追われてたので、なんかそういうのですごい楽しくて、まあ、全然苦じゃなくてあっという間にこう一日が過ぎるって感じのリズムだったんですけど、まあ、今はちょっと時間、まあ、高単価案件もいただけるようになったんでちょっと時間に余裕ができて、朝の10時から3時ぐらいまで子供が預けられる間働いて、と夜は子供と一緒に8時ぐらいには寝て、で朝ちょっと早いんですけど4時に起きて 1,2 時間作業をしてって感じ で、はいはい、であとは土日はまあ家族の時間をにしてるので基本は仕事をせずに過ごすことができてます。すごいですね。じゃあ本当にお昼の時間と朝の時間を有効活用して、その他の時間はもう家族との時間にしてるって感じですよね。あ、そうですね、基本的に、はい。ちなみにちょっと気になったのが、1週間にどれぐらい何本ぐらい編集されてるのかなっていうのが。1週間に4本、4本ですね。じゃあ本当に1日だいたい1本終わっちゃうぐらいですかね、だいたい。あ、そうですね、だいたいその、うん、それぐらいのペース感かなとは思います、平均したら。はい、すごいですね。私もなんかてっきり結構土日とかも案件のお仕事とかされてるのかなっていうふうに思ってた。もう最初はそういう感じでしたけど、今は結構余裕を持ってできるようになりましたね。なんか前、以前スラックとかで菊池さん2人目ですかね、出産された時になんかそのなんか Vlog 回してたみたいな、なんかエピソードあった気がして出産 Vlog 投稿しましたねすごいですね、出産 Vlog ですか。でもめちゃめちゃ入院中ひどすぎてちょっと作ったすごいですね。でもめっちゃいいなんか記録ですよね、それって。そうですね、なんかそういうのも作れるようになるからね、いいですよね、やっぱ動画編集ってさっきなんかツイッターも拝見させてもらって、最近2歳のお子さんの誕生日でなんか和歌山のアドベンチャーワールドですかね、これ。あ、そうですね、行きました和歌山。私なんか和歌山出身なんで、わ、嬉しいと思いながら。え、どの辺ですか。アドベンチャーワールドに乗らない。ああ、そうです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 。でもめちゃめちゃでも理想ですね、本当にお仕事もしながら土日ご家族の時間も作ってっていうのは。いやー、そっか。なんか私もね、そろそろ結婚したいなと思いながら、なんかどうなの、相手いないんですけど、なんか子育てできるのかなとか、そういうの不安だったんですけど、いや、菊池さんみたいになりたいな、リアルに。土日、なんか日曜日だけ唯一休みたいなとか思いながら、不安でやっちゃうみたいな。まあ、やっちゃいますよね、でも、仕事があると。またでも、なんかリアルに直接お会いできれば嬉しいです。菊池さん、どの辺にお住まいなんですか。ん、なんかさっきお話しされていた高単価の案件取れるようになったからってお話もあったと思うんですけど、実際にでもなんか高単価の案件ってなかなか、ね、どうやって取るんだろうというふうに思ってる方も多いかなと思っていて、なんかそこで意識されてたことってあったりしますか。なんか基本的なことを本当にしっかりやるっていうことを意識してました。やっぱり納期とか、まあ、誤字脱字とか結構守れない人中には多いらしくって、うん、まあ、そういうところを本当にしっかり守るっていうこととか、あとまあクライアントの依頼の意図を汲み取ることだったりとか、あとは感謝を忘れないで1メッセージ1ありがとう心がけていましたね。あと視聴者目線で感想を添えていました。納品後に今回の動画私も勉強になりましたとか、すごい今回も面白かったですとか伝えるとすごい喜んでいただけるので、クライアントさんと一緒にチャンネルを作っていくっていうのを意識してやっていくっていうのが大切かなと
ね、当たり前のことでは基礎をしっかりしておくっていうところと、なんかそのちゃんと感謝伝えるっていうところと、あとなかなかそんな感想を言ってくれる編集さんいないですね。ああ、そうなんですね。でちなみになんか最初からこう高単価の案件って獲得するのって難しかったと思うんですけど、あの単価をアップするためにやったことってあったりしますか？ちょっともろ刃の剣になるんですけど、あの案件精査って言って、あの案件立て込んできたりすると、うん、ちょっとこのままの料金だと継続が難しいですみたいな感じで単価アップの交渉をしていくんですけど、ちょっとやっぱそれで本当に上げてくれる場合もあるんですけど、断られて継続がちょっとなくなっちゃうっていう場合もあるので、これは本当に案件が豊富になってきてからやっていくっていうのがいいかなと思います、うん、ちなみになんか大体どれくらいキャパっていうのか、あのもらってから交渉し始めたってあったりしますか？あー、なんだろうな、継続案件がでも3件以上来た段階でもう難しいなって感じてちょっと交渉し始めましたね。でも実際なんかさっき言われていた、あのこういうところ良かったですっていう風な、そういう風なプラスのことを言われていると、なんていうかな、なかなかクライアントさんも手放したくないですよね、金額上げたいというのか。あ、そうですね、結構やっぱ信頼関係築いていくと本当によくしてくれて、うん、仲良くしてくれる方がすごい多いので、結構まあ無理なお願いでも割と聞いてくれることが多いですね。なんかでも聞けたかったな、うん、なんかそう、なんか動画編集ねやってると、なんかいい意味でも何やっててもそうだと思うんですけど、疲れたなと思うことってなかったんですか？やめようかなとか、例えば。あー、でもすごい体調悪くなった時とかは本当に、あ、やっぱ働きすぎてたなって思ったんですけど、うん、やっぱなんかご依頼やっぱ来ると、うん、なんか頑張ろうってなるし、結構やっぱ自分の好きなチャンネルだから頑張りたいってなりますね。なんか興味ないチャンネルだったらやっぱり嫌になってたんだろうけど、結構自分の好きなジャンルだったりするんで担当してるのが、はいはい、だから割と頑張れますね、うん、結構確かに。でも好きだったら本当にこういう風な工夫しようみたいな、なんか楽しく編集もできたりしますよね、やっぱり。うん、そうですね。はい、ありがとうございます。で実際にちょっと今回ね、はい、さんのご活躍の内容をお話をお伺いしたんですけど、今後のなんかこう目標とかってあったりしますか？はい、引き続き動画編集は続けていって、まあ、今担当している YouTube チャンネルさんの登録者数とかをめちゃくちゃ伸ばすっていうお手伝いをさせていただけたらと思います。まあ、数年後にはですね、家族でちょっと世界とかに旅行に行って、世界各国で動画編集をしていきたいなと思っております。今ちょうど海外メディア向けのチャンネルも担当したりしてるので、まあ、そういうところでなんか可能性を広げていきたいなと思ってます。確かに、なんか前にお話聞いた時もそのご家族と家族世界旅行行きたいみたいな話されてましたもんね。あ、そうですね、めちゃめちゃ素敵、うんうん、あと多分菊池さんと同じように子育て中のママさんとか、これから動画編集を目指している方いると思うので、そういった方に最後メッセージいただけると嬉しいです。はい、動画編集は自分のペースでお仕事ができるので、やっぱり特にお子さんとの時間を大切にしながら働きたいママさんとか、すごくおすすめの働き方になります。今日舞さんとこうやってお話ししてるみたいに、なんかよく見てた YouTuber さんとか、やっぱり憧れてたインフルエンサーさんとかと一緒にちょっとお会いできたり、お仕事できたりとかも、本当に今までの人生では考えられない面白い出来事がその先には待ってますので、ぜひ迷ってる方は一歩踏み出してみてください。ありがとうございますめっちゃ可愛い。皆さん、菊池さんとの対談動画いかがでしたでしょうか？子育てをしながら在宅で自分らしく働いている菊池さん、すごく素敵ですよね。個人的にもクライアントさんへの感謝を忘れず、1メッセージ1ありがとうというお仕事に対する姿勢であったりとか、ご家族との時間も作られていて、すごくバランスの取れた生活をしているなというふうな印象を受けました。このチャンネルでは活躍しているクリエイターさんをゲストにお迎えして、皆さんの人生がもっとクリエイティブになる企画をお届けしておりますので、皆さん毎週見逃さないようにチャンネル登録お願いします。またこれから動画編集スキルで副業やフリーランスを目指している方に向けて、6日間の無料講座とプレゼント特典をご用意しております。
動画下の概要欄にある LINE から受け取りできますので、ぜひそちらも受け取ってください。それでは皆さん、今回も動画最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。